高齢化や生産者の減少、耕作放棄地の増加など、農業はさまざまな問題を抱えています。こうした問題を解決しようと、農業の効率化に向け、無人運転トラクターなどの実演会が今日う、羽賀町で行われました。羽賀町で行われた今日の実演会には、JA の職員や農業機械メーカー、生産者などおよそ130人が参加しました。 県内では4年前の時点でおよそ5万5000個の生産者がいましたが来年には4万8000個まで減少することが予想されています農業が抱える課題に対し農林水産省では現在インターネットやロボットなど先端技術を導入し作業の効率化を図るスマート農業を進めています きょう披露された無人運転のトラクターは補助の形を登録したタブレットを操作することで自動で耕すことができますまたタブレットを使ってトラクターの速度や耕す力それに深さなども調整することができますさらにドローンにも補助の形を登録すれば農薬や肥料の散布がリモコンを使わずに自動でできるようになります 今日はこのほか、生産コストを削減するため、生産者の意見を取り入れて作られたトラクターも展示されました。燃料タンクの容量を増やしたことや、運転をオートマチックからマニュアルにするなどして、購入価格をおよそ3割削減したということです。 ご覧のロボットトラクターとかです、ね、自動飛行型のドローン、まあ、こういったものがです、ね、労働力の軽減に非常に活用できると思っています。今後あの、我々ジェ J、L、グループでもです、ね、こういったスマート農業に対応した農業機関はです、ね、普及拡大を進めていきたいと考えております。